ロードトゥーバウザー1クッパへの道。いや、これただの道じゃないからね。これマリオが、ね、今まで頑張ってたどり着いてきたやっぱクッパへの道っていう、そういうストーリー的な道だからね。そんな単純なアスファルトの道路と一緒にしないでほしいね。激横プンプン丸。おい、猫で行きたかったのに。おー、待て待て待て、こら、あ、行ける行ける行け行け行ける。ちょ、一旦一旦一旦オッケー、落ち着いて、一旦落ち着いて、オッケー。あぶねえ、落っつけてよ、俺。やめてよ、大きな子。かっくれ。てめえ。あれ？なるほどね、それ。なるほどね。大きな子を動かしておいて、こうやって下から行くのか。はい、はい。ああ、やめてやめちょ。ふざけんな、マジで。俺だけ置いてかれてんだけど。さあ、目つき力、お前も俺と同じ気持ちを味わうがいい。いいね。マウンテーションスライド、じゃあマウンテーションサイドスライドか。だから山の側面をケツで滑っていきみたいな。そんなお前、跡形も残んねえぞ、山からも。そんなんもうさ、滑落したのと一緒。もう離せ、お前。うわ、背負い投げされた。背負い投げって、お前中身一光さんやろ、絶対。おい、キノピコ。お前の中身一光さんやろ。俺にわかる。やばい、頭かした。よしよしよし。視点聞かせて。いいね、俺のお尻もう、絶対やばい。死体が落ちてきた。よっしゃじゃあな頭を借りるんだけは超一流。テクニックとかそんなものは持ってないけど、頭を借りるんだけは超一流。この男、頭を借りることに関しては超一流。そんな全然嬉しくないんだけど、全然嬉しくないんだけど。あ、これまずったかも。よしよしよし、完璧。落ちていいのこれ。本当に本当に落ちていい。足砕く。これ落下ダメージとかなかったっけ、マリオメーカー。そんなんねえよ、そんな。そんな概念がたまるか、そんな。でマリオの足ってなんかもうやばそうだよね、落下ダメージで。みんなでバトル、上へ下へ。俺は上にしか行かない。やっぱあの向上心の塊なんで、向上心イコール俺なんで、もう下には行かん。絶対にこのコースが下に行かせようとしても絶対上に行く。ぶち破って上に行く。もう頑固、それはもう頑固なんよ、俺も。それはもう一周回って頑固なのよ、それは。あいつ、イキリスタートだし決めようとしてないか。動きが怪しかったぞ、ちょっと。まあ、とりあえず今回はマリオね。あー、もう上。俺がね、下をね、上っつったらもう上なんよ。だから俺今上に向かってるよ、これは。いやー、ちょっとルイージが早いな。弟よ、てめえ。兄より優れてる弟などこの世にいないってなんか漫画で言ってたから、今回はてめえを、しばき倒すしかねえみたいだな。オッケー、ルイージミスってる。こういうのって本当に、丁寧なプレイがやっぱ求められるからね。こうやってもう、無神経さ。相手がいかに、ね、自分より進んでようが、しっかりと冷静に立ち回っている。周りだと見えない。もう自分との戦いなんよ、こっから来たらもう。ただ、目つき猫がちょっと早い気がするから、あいつどうした急に。なんか爆速で速くなってないかな。吐き取って。多分一緒ぐらい、これ。くっそ、マジか。最悪。ここもさ、落ち着いていこう。大丈夫大丈夫、いけるいける、まだ全然いける。待て待て待って、待っとけばいける、待っとけばいける、待っとけ、待っとけばいける。よしよしよし、くっそー。出し抜かれたけど、ここで追い抜くはちょっと。ここで抜かしていかないとさ、マジお話にならねえからよ。どこだー、キノコ。やばい、キノコめっちゃ早い。キノコめっちゃ早い。落ちろ落ちろ落ちろ、落ちてくれ頼む。地の果てに、そこに落ちてくれ。壺落ちと一緒に、なんかもう、奈落まで落ちてほしいね。なるほど、これさ、逆コンビアじゃないのか。早いコンビやって感じか。オッケー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 。次行ったね。よしよしよし。で、次こっち。いや、行ったな、これ。絶対行ったわ。これ、マジか。今聞こえたもん。ガチャコンって。これあるよ。よし、うますぎ。そこの判断力見た。うますぎ。さあ、ここで気をつけろ。はい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 。よっしゃよっしゃ大逆転。ピラニア、クリーパー、クリーク。あの、ピラニアってさ、パックンフラワーのことだよな、きっとな。パクパクするからさ。ピラニアって結構美味しいっぽいね、向こうじゃ。現地じゃ結構食べられてるっぽいな。なんか、クリーパーって書いてあったけどさ、もう俺、マイクラのクリーパーしか思い浮かばないんだけど、青キノコのところで、やばい！あいつ、ヒップドロップの使い手か？ちょ、くっそ、めちゃくちゃめちゃめちゃに、されたんだけど、危ねえ！危ねえ！背負い投げするぞ、お前。背負い投げーって、よしよしよし。よし、イエス。完璧。おい、食らっちゃ意味ないよね。ちょい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 。いや、もうしんどいしんどい。連れて帰ないで、俺のこと。待って待って待って。落ち着け落ち着け。ポーン。ポーンポーン出してしまえばいいの。待って
待って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 、俺が行く、どう頭がせ、お前、お前頭がせ、うわあ、行くなー、行くなー、締め切れ、うわ実力で目指せ1位、みんなでバトル、4プレイヤーバトル。いや、任せろ任せろ、なんかマリメ芸人とかで俺視聴者に結構言われたりするんだけど、いや、どこがね、どこかよっていうのを見せてるしかない。もうマリメプロ。プロのさ、殺し屋みたいな、アサシンみたいな、みんなでバトルのやっぱプロみたいな。俺こっからそう名乗っていくからさ、ここ行こう、ここ。なにこれどうすんの、もしかしてイキリスターティングダッシュ決めようとした、どう、動きが怪しいけど、何どうしたん、大丈夫か大丈夫かお前さんたち。さ、切りがあってる、今回ルイージね。ルイージが負けるわけにはいかないんで、これ壁キックでうまいこと早くいけたような気もするんだけど、まあまあまあ、得意のジャンプ調節で頑張っていこう。はい、完璧。何の壁キック、三段ジャンプが光っていかない。もうピカ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 、クリリンの頭って感じ。もう太陽拳って感じ。だクリリンね、キエンザンっていうね、恐ろしい技を開発してるからね。キエンザンって、やばいかね、山が切れたりするからね。もう、数々の敵キャラから、あの技だけは食らっちゃダメだ、みたいな。そういう風に思われるから、格上のフリーザの尻尾を切った唯一の技である。もう、それをね、やられてフリーザはね、悟空にその技見せたんだけど、悟空はね、その技をね、ふん、くだらん技だ、つってよ、バカにしたからね。まるで、クリリンの技をバカにしたみたいな。間接的にクリリンの技をバカにしたみたいな。そんな感じで、あい、ジャンプ調節。いや、待て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 。いや、これ無理だな、もう。これをこっから上行くのは無理。こっから、一回ミスったらもうチャンスは与えてくれないと、ここに神はいなかった。惜しい！ピラニア、カーニバル、トゥナイト。めっちゃ陽気じゃない？このコース。めちゃくちゃ陽気やん。もう、ナイトプールパシャパシャみたいな。パチャパチャ、おっ、おっ、おっ、そう、溺れてるんよ、もう、ナイトプールで。ダサすぎ、ね。ナイトプールで溺れる陽気なんて見たくないけど、俺。調子に乗ってナイトプールに行って溺れる男。ダサすぎる、そんな。そんな良くねえわ。ちゃんとね、準備体操すんのが大事になってくるわけと。なに？背負い投げー！こっちだ！あはは。オッケーオッケー。決まったね。背負い投げーって、最高に決まったじゃん、今の。完璧な背負い投げだった。間違いない。これ壁キックでいこうか。ルート選択選び大事だからね。保険選びも一緒。そういうことだってばよ。やっぱ大事になってくるよ。ルート選択は。人生のルート選択とも言えるからね。運命のダイスロールって。遊戯王で言ってたもん。それぐらい大事よ、やっぱり。いや、もう最悪すぎ。追いつかれたじゃねえかよ。まあ、キノコ取ってた俺が悪いんだけどさ。さすがにね。こっちから行こう。完璧。あいつミスってるね。いいね。ローリング後頭部プニプニスマッシュ決まったからね、俺。さあ、どこが正解だ、これ。いや、待て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 。こっちが正解か。本当にいいのか、これで。道がわからんねよ、俺。なんかハンマー出てきそうだったけどな、あそこのボックスから。チンチンバキバキ、ハンマーバキみたいな。お！あるじゃん、ゴール。コイン、295枚あります。295枚なのに200枚以上なの。どういうこと？ただ余分に多めにね、用意してあるんだろうね。つまりこれは制作者からのアドバイスみたいなね。だから最後にもう行こうぜ。ゴール突っ走っていこう。それ正面の手前のコインとかは別に集めなくてもいいってことでしょ？そういうことでしょ？違う。そもそもオートスクロールなんだけど、キノコめちゃくちゃ欲しくない？キノコめちゃくちゃ欲しい。キノコがあったらすごい楽なんだけど。イエーイ！トルイージに取られてるし。マリオくんご立腹。ご立腹マリオくん。おら！うわー、危ねえ！モグラにやられそうだった。いや、マリオくん焼くしかねえ、これは。マリオくんやるしかねえぞ、これ。さあ、来いよ。勝負しようぜ、男の。男の勝負！ぽい！イエーイ！ありがとう。ははは。ははは。先にやろうとしたのはお前だからな。気にしないでって。誰も気にしてねえよ、残念ながら。気になんて、するわけがないと。あっぶな、俺死んだかと思った。あぶねえ、マジで。ここ出そうじゃない？コイン。キノコ出そう、ここ。ここ怪しいぞ。普通にここ怪しい。ここでなんかキノコ補充したいけどね。いや、もうないんだったらないんでしゃあないけど。うわ、ちょ、キノコ取り行く。いや、もう遅い遅い遅い。キノコ取る、判断が遅い！ザ、ショーダウン、謎解きで一発入れただって。これ IQ2 万見せるしかないね。てててて、つって。江戸川ね、俺今回。今回江戸川ね。なんかさ、全然謎解きコースな感じしないんだけど、しかも今回ね、俺以外全員さ、レート6500後半なんだよね。レート7000マジかなんだよ、こいつら。マジで怖すぎる。うわー！ねえ、ねえ、見えんかったんだけど、そのさ、出っ張りみたいな。なんでお前その出っ張り。いや、なんかちょっとラグくなったぞ。おい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 、レート7000マジかも、やっぱラグを使いこなしていかなきゃいけないみたいな感じなのか。え、なんで戻ってきた、もしかして。
これ飛べる、これいけるか、ちょっとラグがあるけど、おい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 、いけたね、よし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 。なそういう感じで、これはい、ぴょん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 行って登っておいて、やっと鍵使った感じか、ここで。おいルイージー、お前の鍵をよこせ、お前の股間にぶら下がってる鍵を。おっと、これ以上は、これ以上は良くないな、これ以上は。教育チャンネルとして、教育チャンネルとしてこれ以上は良くない。まあ、とりあえずよし、取っておいて、イエーイ。残り物には服しかない、鈴木福君って感じ。ちょ戻ってた、あいつあいつ戻ってたぞ。いや俺ちゃんとやろう、じゃあこれちゃんとやった方がよくね。ほら無敷の子ダメだったよね。イエーイ、お前らちゃんとコースを攻略しろすぐズルしようとすんだから。じゃあねルイージくん、ゴミ箱に落下していったわ。スーパーウィル64ロイズテンプル、ロイのお寺ってことは、あいつハゲてるものだってな、坊主だもんな。だってピンクの地肌のハゲだから、このハゲって感じだから、お坊さんなんだろうね。ピンクの坊主のお坊さんって、お前どんだけファンキーなお寺なんだよ。おいやばすぎるだろ、ファンキーコングすぎるよ。おい、あの Wii のマリオカート最強キャラ、屈指の最強キャラファンキーコング、あっぶねえ、俺青キノコ使ってるかと思ってた。俺ルイージだったわ、自分のキャラ間違えたおかげで勝てたかもしれないキャラ間違いは怖いね、ほんとに。うん、待て待て、どうしたどうしたどうした、はっ、待て待て、俺のちょ待って、なんかツタになんか乗れないんだけど、なんで、あ、そういうこと、なんか乗れない、いや本当にね、何やってんのって思うかもしれないけど、本当にさ、本当に乗れなかったのよ画面端かなんか知らんけど、うまいことさ、なんていうん、端っこ側にツタ捕まんないと乗れなかったのよ。これ視聴者に分かってほしい。だってあいつらも乗れてなかったでしょ、そういうことよ、つまりそういうことよそうそう、こっち側に乗ると落ちちゃうんだよ。だからこううまいことタイミングをね、噛み合っていかなきゃ。おー出たな、ピンクハゲ、あいつスター持ってっからな、お前行かせねえよ、飛びな、くそ飛んでやられればよかったものをてめえ避けやがって。だからどこでスター、お前そのスター持った、ザ・バトルブリッジジャングル、バトルブリッジジャングルか、なんか良さそうだね、バトルのできる橋みたいな。なんかあったよね、リンゼルダの伝説の Wii の時のステージに、パラディン大橋みたいな、そんな感じ。まあ、とりあえず、背負い投げーとヒップドロップで、しっかりとここ守りきるぞ。いや、守りきれなくてもいいかな、別に。それ、ルイージ無理でしょ、さすがに。どんだけ自分のこと過信してるんよ。とりあえず、青キノコに、後ろから圧力かけて、可愛い後頭部をしっかりと、潰すぞ、これは。引きちぎって噛みつくぞ、後ろから。あのコートアップに、後ろから噛みつき攻撃。中間取らない選択肢。俺は、ゴールできない。そうそう、2位になるぐらいならもうね、ゴールできない方がマシなんだよ、本当に。それぐらいある。勝利しか興味がない。昨日の勝利さえ今日の栄光みたいな。違う、逆逆。昨日の勝利さえ過去の栄光みたいなね。はい。ヨッシーフロスティーアイランド。あー、ヨッシーアイランドの氷のコースってことか。凍結されてんのかな、ヨッシー。救いに行くぞ、俺の友達。マイフレンド。マイベストフレンド。ヨッシーしか勝たん。ヨッシーしか友達がいない。話せよ、お前。ほんとに。もう一人の僕が出てきちゃった。あー、つららで俺は頭を出鼻くじかれたくない。ちょっとタイミング悪くないね。タイミング俺たち、悪ない。頭を借りていこうぜ。ちょちょちょ、なんか、A ボタンが連打しすぎて出なかったんだけど。おー、危ねえなー、このコース。非常に厄介だよ、これ。もう、つらら、何それ。湧くんだったら湧くって言ったよね。つららが入るときは、入るって言ってくんないとわかんねえじゃん、そんな。つららが喋るわけねえじゃん、お前。メスキノコ、お前。そんな、弱音を吐くんじゃねえ。責任転嫁、これが責任転嫁か。よし、ちょうだい、それ。よし、ちょうだい。ずるい、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 ずるい。これさ、ヨッシー取りに行くよりも、ファイヤーを取った方が多分いいな、これ。そうだね。これだわ、これ絶対こうだよ。そんなさ、ヨッシーを取りに行く暇ないらん、あんなやつ。友達じゃない、あんなやつ、もう。やめたもん、ヨッシーと友達。あ、やった。やった!ちょっとさ、待とうぜ、あいつを。来いよ。かかって来いよ。ほわっ!からんの、しっかりと。食べて、投げて。はははは。あー、行くなー!待て、こらー!はははは。
逃がさねえよ、青木の子。はははは。死んだかと思った俺。来た来た来た。うわっ、てめえてめえ、投げておいて。はい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 。ははははは。一度狙った獲物は逃がさねえ。